9新型コロナウイルスはどんな環境で感染しやすい？ウイルスは感染している人の体の中から出てきます。感染している無症状の人からも出るとなると、感染している人が周りにいるかもしれないと考えて感染しないように注意しなければいけません。特に感染しやすい場所に行ったり、そのような状況を作ったりすることは避ける必要があります。感染しやすくなる環境として、新型コロナウイルスの流行が始まってから言われるようになった3密があります。3密は3つの密の略で、密閉、密接、密集を指します。密閉は締め切られていて換気の悪い空間のこと、密集は人がたくさん集まっていること、密接は人と人との距離が近すぎることを意味します。いずれも感染の可能性が高くなるので避ける必要があります。密接を避ける。ソーシャルディスタンス、1メートルから2メートル空ける。近い距離で話していると相手が感染者だった場合にウイルスをもらう可能性が高くなります。話すとき1メートルから2メートルほどの距離を空けると感染の危険度が下がります。密閉を避ける。どこからも換気、空気の入れ替えができていない室内は、感染者がいるとウイルスがいっぱい溜まる。感染者がいた場合にウイルスを吸い込む可能性が高くなります。窓やドアを開け、しっかり換気するようにしましょう。密集しない。マスクをしていても人と人との距離が近いと防げない可能性が大。感染者がいた場合に他の人に一斉に移ってしまいます。人との距離が取れないような場合にはできるだけ行かないようにします。3密が揃う場所ではたくさんの人が同時に感染するクラスター、集団感染が起こりやすくなります。もちろん密が一つでも感染の危険性はあります。ですから3密の一つ一つをできるだけ減らし、感染しやすい状況に身を置かないことが大切なのです。人と向かい合って話しながら食事をするのも、新型コロナウイルスに感染している人がいた場合、ウイルスが口から出たり入ったりしやすくなりますから、感染の危険性が高くなります。家の中でも同様で、万が一家族の誰かが外出先で新型コロナウイルスに感染してしまった場合、家族も高い確率で移ってしまうと考えられます。3密をできるだけ避けると同時に、マスクで飛沫感染を防ぎ、手洗いで接触感染を防げるように気をつけて行動するようにしましょう。再生産数とスーパースプレッダー。ある病原体に感染した人がマスクなどの対策を何もしない状態で一人で何人に感染させるかを平均した数を基本再生産数と言います。新型コロナウイルスでは基本再生産数は 2.5 程度と言われており、平均して1人当たり2人から3人ほどに移すと考えられる数字です。3密のような環境があると移しやすくなってしまうため、1人の人がたくさんの人に移してしまう場合もあります。このような人のことをスーパースプレッダーと言います。また感染を防ぐ取り組みをして感染数を抑えている中で、一人が何人に感染させるかを平均した数を実効再生産数と言います。